さあ、新緑の季節の観光名所の一つがこちらの大野市の刈込池です。これ最寄りの駐車場からハイキング感覚で楽しめる場所としても知られているんですが、その刈込池に通じる、これ県道に架かる橋があるんですけれども、この橋、今年4月に落下していることが判明しました。現在工事中で復旧の見通しが立っていません。通常ルートが断たれた今、他にルートはないものかと探したところありました。石川県側から峠と県境を越えるルートを発見。片道10キロの道のりに取材班がアタックしました。果たして刈込池まで無事たどり着くことができたのでしょうか。旅の出発地点は石川県白山市白峰地区にある三ツ谷。午前6時、登山や自然環境に詳しい脇本浩二さんの案内で出発しました。まずは峠の入り口に向かいます。見えてきたのが杉峠。石川県白山市白峰の三ツ谷と九頭竜川の支流内波川の最上流域にある大野市上小池を結んでいます。かつては生活路としても使われていた杉峠。近くに大きな杉があり、峠の目印になったことからその名が付けられました。ブナやヒノキなどの自然が残る森林が広がります。道中どっしりと根を下ろす巨大なヒノキも、さらに珍しい花も発見。笹の花です。稲穂のような形で開花は60年に一度とも言われています。花言葉はここ尾根を通る古道は今も歩きやすく整備されていました。歩き出して2時間、杉峠を越えて着いたのは下越国境。国境という名前は越前の国と加賀の国の時代から使われていた名残、県境を指しています。下越国境に入ってからは行く手を阻むように笹が生い茂る箇所が増えてきました。下越国境を見失わないよう進むこと1時間半。刈込池方面への分岐点、六本ヒノキへ到着。眼下に広がる広大な樹林帯、目指す刈込池はこの辺りです。ここからは一気に下ります。目的地までもうひと踏ん張り。初めて2時間半が経ちました。ようやく刈込池に到着です。もう着きましたね。ブナやミズナラなどの原生林に囲まれた刈込池は、水が流れ出るところはないのに水位が一定という不思議な池。
背後には三の峰がそびえ、鮮やかな新緑が水鏡に映ります。森に生息するモリアオガエルは産卵期を迎えたところ。鳥のさえずりやカエルの合唱が響き渡る神秘の池には生命の息吹が広がっていました。刈込池って秋の紅葉のイメージがすごくあったんですけど、新緑もこの湖面に映る緑がまたいいですね。本当に自然を独り占めできたということです。